これ見てください、スイカですね大きくて美味しそうでしょ。これね、僕の父親が手作りで作ってるスイカなんですけど、これがね、あのうちにワンちゃんでトイプードルのポコタンっていう子がいるんですけど、まあ、気になる方は別のチャンネルがあるのでそちらぜひご覧ください。そのポコタンがスイカ大好きなんですよ。これね、手作りの割にすごい甘くて、まあ、ポコタンも好きだし僕もよく食べてるんですけど、今日はねチンチラのプーちゃんにもスイカを食べてもらいたいと思います。とは言ってもですね、プーちゃん生のスイカを食べることができないんですよ。ということで今回はこちら、乾燥したスイカを用意しました。このスイカの皮すごい干からびてるよねカラッカラなんだよね。このスイカの皮は利尿作用があって結石ができにくくなる効果があるんだって。プーちゃんにぴったりの食べ物だよねプーちゃん昔膀胱結石で手術してるからね。じゃあ早速プーちゃんにあげてみましょう。はい、今日も持ってっちゃうね皮が柔らかくてすぐブチって切れるんですよね。これプーちゃん気に入ってはくれてるんだけど全然ここで食べてくれないでもちゃんと食べてくれてますね。すぐ持ってっちゃうね。テントの中だったら食べてくれるかな。プーちゃんね、この中大のお気に入りなんだよね。置いといてみよう。プーちゃんスイカ美味しそうに食べてくれました。